こんにちは、ちか先生です。今日のクイズ、台風で窓が割れました。台風で窓が壊れました。どっち？割れました？壊れました？はい、台風で窓が割れました。いいですか？じゃあどうして割れました？これは割れるですよね。割れる、これは力で二つになるとか、あとは力で小さくなる。はい、別々にね、別々になる。はい、力でというのはパワーです。で、小さくなる、力で2つ、力で別々に小さくなる。はい、それが割れました。で、ポイントはこれは、そうですね、硬いものはハードですね。はい、硬いものです。だから台風、力で、これが台風ですね。で、窓、硬いものが割れました、小さくなりました。台風で窓に、で、窓がパリン、これが小さくなりました。これが割れました。割れる、じゃあ壊れました。これは壊れるですね。壊れる、これは何かが使えない、使うはユーズでしょ。使えないで、キャンとユーズ、はい、使えない。じゃあこれ何が、これはね、機械ですね。機械が使えない時に使います。機械とか、あとは人が作ったもの、人が作ったもの、はい、まあでも大体機械ですね。マシーンが多いですね。はい、じゃあいいですか。じゃあちょっと練習しましょう。ここで練習しましょう。そうですね、じゃあ4つ例を出しましょう。卵、あとは卵が入っている冷蔵庫、あとはそうね、車、あとはコップ。これどうですか？はい、じゃあ一つずつ。卵がどっちですか？卵が、はい、割れる、そうですね、卵カンカンクワンって割れる、力で小さくなる。じゃあ次、冷蔵庫がどっち？はい、壊れる、冷蔵庫はルルル、汚いはい、ル、冷蔵庫は機械ですから、機械が壊れる、使えない、もう冷たくならない。車が、これは壊れる。車もね、機械、マシンですからね。はい、じゃあ次、コップが、はい、割れる、これは力で硬いものが小さくなる。コップがカシャン、別々にね、はい、別々ですよ。はい、さあ大丈夫ですか？じゃあもう一回練習しましょう。台風で窓が割れました。卵が割れる、冷蔵庫が壊れる、車が壊れる、
コップが割れる。はい、大丈夫ですか。それじゃあ今日もありがとうございました。またねー。